でまた意味がありませんでした、ちゃんちゃんで終わり。そんな子なんの、うん、そんな宙に浮いとん、浮いとんの、もうこと言ってことないやろ。じゃあそっちも浮いとるってこと、うん、ことないやろ。今後もそんなことしたしましたけど、こんな宙に浮いとん、なんかミラーばっかり何個つけたら気がすんだけ、みんな避けていくの。ミラーばっかりいらんやろ、目視せ目視。手で持っとけばいいさって、ずっと手で持って運転する。どこにある、電気パッド、この辺邪魔になる。切れた？切れた？今結束バンドが？本当に結束バンドだらけになるよ。ローターが。ローターち見える。それがどうなる、削れとんねん、削れとる、ブレーキパッドがない、だって元がどんなんかわからんけど、待って、これが新品、全然ない、なんか大きさが違うくない、これがない、削れてない、どういうこと、ブレーキパッドがなくなってるの、引っ込めないけど、引っ込めないけど、まあ引っ込む、鉄でできとる、引っ込めの入らん、入らん、そこじゃ最初どうなっとった、これブレーキ握ったらこれがビューッと出てくるの、一応これで引っ込むやつだな、止めた方がいいかな、ブレーキ踏んだらビッチ、ダメ出てくる、ブレーキしてみようか、引っ込まんの、ペトロがんなんね、いや抜かないけんかな、黄色いんすね、グリッシュ、そのブレーキにそんなん塗って大丈夫、塗らないけんところに塗りようだけだから、分かって塗るよ、うん、適当に塗るよ、手が悪い、運転用紙とって何になる、やる気もない、意味もない、やる気もない、あるよ、それで明日から快適に走れる、まだ乗ってみるのわからないし、走ってみるのわからないし、この辺も手が使えない、今頃から、いやいや、バイクが汚れる、あ、バイク、バイク、こんなように、それは気にする、バイク、ぬるぬるぬる、軍隊も来ちゃないけど、ブレーキが、ブレーキが効くけん、もう気をつけな、前つんのめる、軍隊が少しくやって、見て、何が少しく、フロント。コスコチどういうこと？サスペンションが悪いってこと？うん、意味してない。うん。どの乗り心地が悪い。いや
見てんち言われても、その元がどんなんかが、みんながどんなんかが分かる。ブーチになって言えばないんですよ、全然。すぐ戻ってくる。うん、ブレーキの調整ってどうするの？ブレーキの調整してなかった。じゃあどうなったの？ギアを全然してない。ウインカーが落ちたどうした？拾ってきた。あ、なくなった。拾ったよ。カロン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 って。なんかね、これがほじれてる。ネジ締めてなかった。はめ込みだ。これがカロンって落ちちゃった。カラスブレーキ効かんねえ。ここは毛が生えてる。あとはこれ交換、これ交換、ブレーキ交換、ギアショック交換、マフラー交換、タイヤ交換。全取りかい。全取りかい。とりあえず一番気になっとったところができたけ。うん、いい。静かです。壊れる前の静けさ。カスタムパーツはあんまりないんじゃない？人気はないけ。人気はあるんだ。カスタムするタイプじゃない。それは山走るやつやけどね。山にカスタムなんかいらん。セゴはみんな鉄殺感情だから。そう。みんな山行って遊ぶし、ね、とりあえずついとけばいいって感じで、そこにみんなついてる。じゃあさ、いっぱいついとる方がいい。こいつやるなって感じ。ていうか、下手くそやのこいつ、結束バンドでいっぱいついてる。サビサビ。これが夏の山がなかったね。ピンクパッドがなくなってるの。ピンクパッド。